どうも肉まんです。今回コストコ購入品紹介開封編後編です。前編をご覧になってない方はぜひ前編もご覧ください。それでは後編スタート。まずはじめにクゼ福プレミアムクゼ福のカステラ、お値段が1880円でした。賞味期限は買った日から1ヶ月半ぐらいありました。クゼ福さんのカステラすごく人気商品みたいなんですが、買えるかなと思ってたところ無事に購入できました。こちらの商品コストコオンラインショップにも販売されてます。商品の特徴、クゼ福商店がおすすめのカステラをオリジナルパッケージでご提供。カステラ専用卵を使い、熟練の技で仕上げたふんわりとした食感と滑らかな口当たりが特徴。美味しさの理由、契約養鶏場で特別な飼料で育まれ採卵された新鮮な卵を使用。職人の技でふんわりとした食感、コク深い味わい、美しい色合いに仕上げています。卵と相性のいい蜂蜜使用、焼き目についたザラメも美味しさのポイントと書かれてます。こんな感じでパッケージにも至るところに説明が書かれてます。周りの紙質もすごく高級感があり、外観からもう中身期待しちゃってます。まあ、クゼ福さんということで期待大ですね。では開けていきましょう。オープン。中はこんな感じで入ってました。見た目的には王道なカステラです。そして箱には開封後は冷蔵庫で保存、早めにお召し上がりくださいと書かれてます。カステラの大きさは横9センチ縦 5.5 センチ厚さ 2.5 センチぐらいありました。この触った瞬間にわかるこのしっとり感、うわーすごい。舌は焦げてるような見た目。いただきます。あー、これ私が求めてた味。食感はふんわりしっとりとした食感で、とっても口当たりがいいです。味は濃厚な卵の味に蜂蜜がよく合ってます。ただ焼き目についたザラメも美味しさのポイントとあったんですけど、ザラメ感は一切なかったです。焼き目はすごく染みてる感じがして、味も濃厚さがありました。食べてみて文句なしの美味しさ、万人受けする商品かなと思いました。お値段は1880円なんですが、高級感のある味、しっとり感もよく、お値段そうかなと思いました。パサつきのないしっとりとしたカステラが好きな方は気に入ると思います。手土産にも良さそう。これはリピートあり。こういうもっちりザラメ、ザラメの食感がなかったんで気づかなかったんですが、ザラメ入ってますね。見えますか？続いて韓国産新茎わかめサラダ 1kg 入り、お値段が1528円でした。賞味期限は買った日から5ヶ月間ぐらいありました。冷蔵コーナーに売られてた新商品です。新商品情報にはこんな感じで来てました。すでに好評いただいている茎わかめサラダのピリ辛版と書かれてました。私も以前購入したことがあり、最近は久しく買ってないんですけど、以前はリピート買いしてました。この茎わかめの食感も良かったんですよね。そしてノーマルバージョンも同じお値段で販売されてました。裏面を見てみると詳しい説明書きが書かれてます。非加熱工程で新鮮な品質を維持してるみたいです。袋はジッパー付きです。開けていきましょう。オープン。
お皿に移してみました。見た目はそんなに辛そうではないです。そして茎わかめサラダに比べて色合いが全然違います。茎わかめサラダの方は緑しててかなり明るい緑の色をしてます。香りはいつも通り甘酸っぱそうな香りがしてます。この寒天がいっぱい入ってるんですよね。いただきます。あ、思ってた以上に結構辛め。味のベースは茎わかめサラダに似てて甘酸っぱさがあり、そこに唐辛子のしびれる辛さが追加されてます。食べた瞬間から結構舌がしびれるような辛さがありました。辛いもの苦手な私は一口目から舌がヒリヒリしてます。そして茎わかめと寒天の食感がものすごくよく、コリコリとした食感が楽しめます。ちょっと甘さだったり酸っぱさの味が濃いので、これにさらにわかめだったりきゅうりを足してアレンジしても美味しいと思います。食べてみて辛さのパンチがしっかりあり、辛いもの好きな方は気に入る商品かなと思います。お値段は1528円。ちょっとおかずが一品足りないなという時に、ちょっとサラダもの足す時にすごく重宝しそうです。私はちょっと味が濃く感じるのでわかめを足して食べたいなと思ってます。割引もちょくちょくやってる商品なので割引を狙いたいです。リピートあり。続いてピルボックスオマールエビのビスク10食入り、お値段が2280円でした。1食あたり228円です。賞味期限は買った日から9ヶ月間ぐらいありました。私はビルボックスさんの商品の中で一番好きなのはオニオングラタンスープです。ちなみにオニオングラタンスープは12食入ってて1798円、1食あたりは150円です。なので今回の商品の方が228円と1食あたり78円お高いです。オニオングラタンスープもすごく濃厚な味で、お湯を注ぐだけで簡単にお店のクオリティの味が楽しめるのですごく大人気商品です。今回のオマールエビのビスク、これもパッケージから美味しそうですね。もう濃厚さが伝わってきます。オマールエビの芳醇なエキスと野菜の旨味、ブイヨンが溶け合った本格的な味わい。側面にもこんな感じで詳しく説明書きがあり、後ろ面にもオマールエビのビスクのこだわりが記載されてます。カナダ産のオマールエビを使用してるみたいです。1尾ずつ頭と尾に分けられ、この頭の部分を野菜とじっくり煮込むことでオマールエビの出汁の香りと旨味を引き出してるみたいです。そしていつも通りフリーズドライ製法です。このフリーズドライの商品って美味しいもの多いですよね。お召し上がり方は 140cc の熱湯を注ぐそうです。では開けていきましょう。オープン。中はこんな感じで全てカラーインジで入ってました。もうパッケージ外箱と同様すごく高級感があります。お店ではこのまま販売されてそうですね。しっかり賞味期限も書かれてます。お湯を注いでかき混ぜるだけ。こんな感じで濃厚なスープです。トマトの果肉とかも入ってそう。いただきます。あ、これは期待通りの美味しさ。味はエビの香りがしっかりあり、そこにトマト、ブイヨンの味が加わり、すごくコク深さのあるクリーミーなスープです。オマールエビの味もしっかり出てて、本当にインスタントスープとは思えないクオリティの高さでした。パッケージにはパセリだったりクリームが添えられてるので、パセリとクリームを足しても美味しそう。飲んでみて本当にクリーミーで濃厚なスープだったので、とっても満足感いくスープでした。1食あたり228円とちょっとお値段は張りますが、高級感のあるスープで特別感を出したい時に手軽ですごくいいなと思いました。ピルボックスさんの商品たまに割引やってるので、そういう時には狙いたい。
美味しかったのでリピートあり。こんな感じで今回コストコ購入品紹介開封編後編でした。最後までご視聴ありがとうございました。今回買った中でハズレっていう商品はなかったです。どれもとっても美味しかったです。手土産にはクゼフクさんのカステラもいいなと思い、日常使いでは茎わかめサラダ、そしてオマールエビのビスクもとっても良かったです。個人的にまたすぐ食べたいと思うのはオマールエビのビスクです。本当に美味しいスープでした。大切に飲みたいと思います。ぜひ気になるものあったら挑戦してみてください。また次の動画もお楽しみに。